俺は絶理福岡中洲某ホストクラブ店舗運営本部長ハッピーバースデーケンさん。本日はケン店長のバースデーイベントというわけで、営業終了後に幹部からサプライズプレゼント、その模様をご覧ください。知らんけど。俺知らんもんだと本当に。あ、この形はもう言わなくても分かります、ね。あ、でもね、バレンタインのチョコレートみたいなね。え、でもジバンシーって嬉しいですね。でしょ。僕ジバンシー好きなんだよ。色がね、誰も被らないんで。そうそうそう。パッと見、あ、もうこれやと。今日ジバンシーやと思って。合わせてきたから。ジバンシーなんですか。そうよ。え、それあの韓国で買ったやつじゃない。やめようか。まあ、しげさんと同じじゃないや、これ。あの、まだまだあるの。そうだね。本物の、ね、結構、おーって思う色や。名刺ケース。名刺ケースや。かっこよくない、オレンジ。え、でもオレンジ好き。赤っぽいの好きだから。あざーす。はい、じゃあ、おめでとうございます。かわいい。よっ、かわいいです。あざーす。でも、正直言っていいですか。幹部の方に失礼かもしれないですけど、お疲れ様。でもぶっちゃけ正直言って、これは準備しないと思った。いろいろ最近バタバタしてたんで、うん、まあいいよみたいな感じで普通に思ったんですけど、さすが準備しててくれてるところがうちの幹部ですね。僕、名刺ケース一切持ってない。名刺ケースとかそういうネクタイかそういうの札も入れるし、ね、これめちゃめちゃ嬉しい。正直今日はないと思って、いや、その後普通に、まあ、休み明けねみたいな感じの。それがサプライズ。あ、さすが本当に昨日まで何もなかったけどな。でしょ。だからこそお前昨日潰れとったやん。だからこそ、しかもお金せびてこなかったからあれかなと思ったけど、でもワンチャンあるとしたら給料日長いってお前みたいな感じの話を。もう編集が大変だわ、これ。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しい、これは本当に。自慢がめちゃ嬉しい。これめちゃめちゃ嬉しい、本当に。でしょ？これは嬉しい。よかった。これは嬉しい、マジで嬉しい、本当に。正直、一番自分が欲しいものをしげさんにプレゼントしたみたいな感じだったから。だから言っとったから、そう。だから、誰か伝わってくれたらいいかなって思ったり、やっぱいいなーって思って。そんな嬉しい姿を見てるルイが一番嬉しそうな。そして落ちました。大変やったよ、今日な。これも行ったっす。これ誰かって。二人で。まさかや。俺ぜ、あ、ちなみにこれ、ここだけの感想を。ちなみにこれは、支配人が実は、L にとって昨日潰れたから、うわ、最悪やみたいな、俺行かなかんやみたいな感じで一人行ったんかなと思ったら、二人で。そう、一緒に行ったな。さすが。ちゃんと行ったよ。これはさすがに連動ね。 L じゃ剣の好みわからなと思ってね。まあ、さすがです。これはありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しい。パッと見て、これやなと思ったもん。これってなった。いや、これは完璧でしょ。そうそうそう。絶対完璧でしょ、これは。そう。しかも運営として完璧でしょ。そう。これはありがとうございます。ありがとうございます。はい。これ、もうこれ以上ないんで。ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。完璧や。え、次、お前、ネクタイ見じゃなくて、あの、ピン、あれや。ピン。最低やな、お前。ピンでや。